で、今回、雨が降る、雪が降るとかのね、降るという言葉のオノマトペを今日は紹介します。はい。では、行きましょう。今日は、降るという、オノマトペです。一 つ目。今日四つだけね、行います。一つ目。ザーザー。ザーザー降るっていう表現の仕方なんですけど、どれぐらい降っているかというと、音を立てて激しく降る雨の様子を表す。ザーザー降るっていうのは、ベトナムでも何度か体験したことがあります。雨が強くて、もう前が見えないほどザーッと降っている。ありますよね。ザーザー降る。音を立てて激しく降る様子です。まあ、使上い方手。としては、ザーザー降る。これをね、ちょっとカジュアルな言い方をすると、ザザブリと言います。あ、今日ザザブリじゃないとか言って、ちょっとカジュアルな感じ。ザザブリ。あ、今日ザザブリザだブとか。リ。次。シトシト。雨音、雨の音が聞こえず、静かに降り続いてます。ずっと降り続く雨の様子です。雨の音そんなに聞こえません。ザーもないし、ポタポタポタもないくて、シトシトシトってこうずっと降ってるんだけれども、静かにずっと降っている。このね、雨を雨と読むときって結構あります。例えば、雨風。あれは言わないな。雨風だな。雨足。今、普通に使うときどんなのがいいかな。雨雲。雨の雲と書いて、雨雲と読みます。雨が降りそうな雲。なんか、灰色で黒っぽくてね。ああ、そっか、雨が降りそうだっていうとき。そういうふうに、雨を雨と呼ぶ言葉もあります。例文読みます。朝からしとしと降ってる。ふぱら。はい。これは、ここ、パラパパララ。パラ。はい。これは、ここ、ちょっと、意味読みますね。曇り空から雨が降り始め。まだ、これなんて読むかわかりますか？小さい雨。あ、小小雨さとめ。読みます。まだ小雨の状態を表す表現。さっきまで雨雲が出て曇り空でした。そして雨が降り始めました。パラ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 降り始パラめパラました。パラ。っていう時にパラパラと使います。はい、例文読みます。パラパラ来たら急いで帰った方が良さそうだね。最後です。ポツポツ。ね、パラパラとは違うんですけれども、雨が降り始めたことを肌、手とかね、頭とか、肌に落ちる雨粒で感じた時の表現。なんかよくありますよね。見た目でそう。パラパラって降るっていうのと、ポツッ、あ、なんかポツッと来た、ポツッ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 っていうような、あ、ポツポツ降ってきたよっていうのは、ちょっと肌で感じる、ちょっと顔についたりとか。そういう時に、ポツポツという言葉を使います。例文読みます。あ、ポツポツ降ってきた。ぼちぼち降ってきた。雨降ってきた？っていうけふうどにね。返事をします。雨降ってる？って聞かれて、まだポツポツって感じだけどねって、まだちょっと降り始めだけどねっていう時に使います。